ビフをご覧の皆さん、私がなんだっけな、清春です。今ツアー中で、ニューアルバムを聴いてくれた人がツアーに来てるという運びになっていて、そんな毎日を送ってるんですけど、ビフのインタビューもね、アルバムのインタビューも読んでくれたでしょうか。僕今長野にいまして、次は札幌、そして青森、岩手、名古屋、浜松、九州、長崎、鹿児島で5月3日に、EX シアター、これで、ファイナルになりますので、ぜひね、今回のアルバムはちょっと大ヒットはしてないんですけど、結構評判が良いということを耳にしながらいつも眠りについていますので、なんかね、とてもいい音楽になってるんじゃないかなという思っております。ぜひまあ気になったら来てほしいなと思っております。春のファッションわからないですけど、そうですね、何でしょうか。今年は刺繍なんだと思うんですよね。うちのブランドも結構刺繍のものを出していくんですけど、なんだ前からずオーバーサイズもう入り続け、まだまだ続くんでしょうし、まあ刺繍なんですかね、刺繍高いから、あれなんですけど、あとは何ですかね、あまり僕とらわれないんでわからないんですけど、何ですか、まあ基本僕はこう2年ぐらいずっと黒っぽいのを着てるんですけど、まあ年齢ですね、年齢が大事だと思うんですよね、ファッションは。何歳の人がどういう職業でどういう服を着てるかっていうのが結構大事なんですよね。ただ流行りを取り入れつつも職業、年齢、体型、かなと思います。まあこれは別に今年に限らずなんですけど、刺繍、ビーフっていう刺繍とか、 VIF、 ビーフ、 VIF、 ですね。そんな感じのコメントでした。告知もしましたし、満足です。ありがとうございました。